はい、どうも皆さんこんばんは、 N ボーイでございます。はい、本日の話題はですね、まあ直接は新日本プロレスと関係ありますね。これは、はい、関係あるんで、ゴリゴリ話していくんですけど、7.13 でノアさんの方でね、まあビッグマッチやったわけなんですよ。まあ AJ VS 丸藤とかね、まあとんでもない試合とかねあったりもしたみたいなんですけど、今回お話ししたいのは、ジェイク・リー選手ですね。はい、ジェイク・リー選手、結論から言うと、なんとジェイク・リー選手というのが、まあ、ノアをね、離脱して、まあ、ボードックス入り、まあ、ほぼほぼもう新日本プロレス入団確定で、これはまあ間違いないかなっていうふうに思いますっていうのが、今回まああったわけではあるんですよ。はい、まあね、何が起きたかというのをね、簡単に説明しますと、まずジェイク・リー選手っていうのはもともと、まあ全日本プロレスにいたんですけど、そこを辞めて、ノアにね、移籍をすると。で、そこで、まあ GLG っていうね、グッドルッキングガイズっていうね、ご自身のチームを作って、ノアでまあ1年間ぐらいね、活動をされていたんですけど、6.15 オールトゥゲザーの札幌大会で、内藤選手とまあシングルマッチをね、やるわけではあるんですよ。まあ内藤選手にこうね、噛みついてシングルマッチしたんですけど、そこではまあ残念ながらね、敗れてしまうと、うん、で、そこでまあ敗れたことがきっかけかわかんないんですけど、翌日のノアの、分隊大会か、横浜分隊大会で、まあ GLG の解散をね、宣言すると。まあこのぐらいの時から、あれこれジェイク新日本来るんじゃねみたいな、まあ噂というかね、そういう空気感っていうのは、まあ結構皆さんね、感じ取っていたと思うんですけど、その後ね、7.13 で、まあ、GLG のラストマッチとして、ジェイク&傭兵&忠介組 VS、GLG の、まあ、外国人選手たちでもある、モリス&アンソニー・グリーン&、クリアリーっていうね、チーム、GLG 同士の同門対決っていうのが、組まれたんですよ。で、それがまあ、昨日あったんですけど、ここで、結果はまあ、ジェイク選手というのが FBS で、クリアリー選手から3カウントを奪って勝利を収めたわけなんですよね。はい。まあ、これで、まあ、GLG は綺麗に解散かなっていうふうに思われていたところ、なんと、マイクを持ったね、ジェイク選手の後ろの方から、まあ、あの花道の方から、なんとまあ、ゲドー選手ですよね、新日本プロレスの、まあね、裏の顔とも言えるゲドー選手がやってきて、エプロンに上がってジェイク選手からマイクを受け取ると。で、まあね、ゲドー選手が何を話すかというと、まあ、ジェイクと、まあ、薄々分かってると思うけど、このグッドルッキングなんちゃらはね、ゴミどもであると。おめえの助けには、ならんぞと。そして、控え室にいるね、ゴミどももと、誰もおめえの助けには、ならねえと。まあ、お客さんたちからね、もちろん大ブーイングが起きるんですけど、おいおい、待って待って待ってと、今すぐそのくせえ口閉じろと、この野郎と。はい。さらにね、デビッド・フィンレイの命を受けて、おめえをこのゴミダメから救いに来た。ウェルカム・トゥ・ザ・ウォードックスと。そして、まあ、ウォードックスって書いてある T シャツを、ジェイク選手にまあ渡すと。で、ジェイク選手というのは、まあ、この T シャツをね、着るわけではあるんですよね。はい。で、なんかこうタイムラインで見たんですけど、なんかこの時ね、ジェイクがね、T シャツを受け取った時に、破ってくれ、破ってくれっていうね、なんかそういうファンのね、悲痛な叫びもあったらしいんですけど、まあ、そんなね、叫びも虚しく、ジェイク選手というのは、ウォードックスの T シャツを着てしまうと。それを見てもちろんね、まあ、モリス選手は怒って、こう、ジェイクにね、こう、突っかかりに行くんですけど、そのモリスにね、チョークスラムをすると。そして、ジェイク選手は最後に、グッバイノアってだけ言って、ゲドー選手と共にね、バックステージに、引き上げていってしまうと。はい、なんということでしょうか、これ。さらにね、バックステージでは、ゲドー選手というのはね、拍手しながらやってきて、カモンウェルカムと、ジェイク・リーはウォードックスが、もらった。一軍の仲間入りだってことを言うと。で、ジェイク選手というのも、まあね、このような結果になってしまったことを皆さんは、どう思いだろうかと。私はね、私のなすべきことのために、次なるステージへ向かうと。文句がある奴はかかってくればいい以上だってことを、今回まあ言ったっていうのが今まで起きたことではあるんですけど、まあ今回の出来事でつまり分かったことは、まず、ジェイク・リー選手というのは GLG を抜けると。で、GLG を抜けるだけではなくて、まあノアもね、お
そらくこれはもう離脱という見方で、いいと思います。まあグッバイノアって言ってるぐらいなんで、まあノアも、離脱であると。まあ契約終了かちょっとわかんないんですけど離脱をすると。で、まあよく言われていた新日本に入団するかどうかなんですけど、まあこれはやっぱウォードックスに加入した以上もう新日本プレス入団確定で、僕はいいと思いますね。一応僕の予想としてはその G1 クライマックスがまあ査定試合で、そこでまあいい勝負ができたら入団かなというふうに見方をしていたんですけど、もう新日本的にはもうそんな査定もする必要ないと、ジェイクは、新日本で間違いないっていう見方なのかなというふうに、今回これ見て思いました。まあ直々に下道選手がね迎えに行ってるぐらいなんで、まあもう新日本側としてはもうジェイクは全く問題ないあの人材っていう見方をしてるのかなっていうふうに思いましたね。はい。で、まあ今回のこのジェイク選手のウォードックス加入の件なんですけど、まず僕がまず最初思ったのが、結構やっぱりこの、離脱の仕方ってあんまり良くないじゃないですか。まあ要はそのノアを裏切って、GLG を裏切って、まあ他団体にね、ホイって言ってしまうと。で、しかもグッバイノアっていうなんかこれ、すごいなんか簡単な一言だけ言い放って抜けてしまうってことなんで、まあノアのファンたちの人ですからするとかなり、まあ印象が良、くない抜け方かなっていうふうに思ってるんですけど、なんかでもなんかそのタイムラインとかそのコメントとか見てる感じ、そんなに別にノアのファンの人たちも、まあジェイクに怒ってるって人ももちろん中にはいましたけど、まあ炎上をしてるものでは全然ないんですよね。で、これはなんでかなと思ったら、やっぱり、まあもともとジェイク選手っていうのはそのずっとね、俺はノアにいるつもりはないぞみたいなことを言ってましたし、まあなんだかんだ1年ぐらいだ、1年ぐらいはまあいたんで、まあそんなもんかなと。うん。まあ最初からジェイクはやっぱりそのなんかなんだろう、こうあくまで一時的にね仮にねノアに参戦しているレスラーっていう風な見方を、している方も多かったので、そこまでまあやっぱそのなんですかね、あのショックが大きいというか、まあ裏切られたっていう感覚は、少ないのかなっていう風に思いました。うん。まあそれでもやっぱね、あの GLG って軍団作って1年であの辞めてしまったっていうのはちょっともったいないなとかね、どうなってんだっていうコメントもちょこちょこあったんですけど、うん、まあ想像以上にそんな炎上とかはね、していないなっていうふうに思いました。で、新日本プレスファンの意見はそこまでまあ見えてないんですけど、まあ僕は個人的にこれはまあ普通にめちゃめちゃ嬉しいですね。まあそれは、まあ単純にやっぱジェイク・リー選手っていうレスラーが、まあ正直僕そんなにまだ新日本との選手と絡んでる試合っていうのが見えてないんで、まあそもそもあんまやってないんですけど、まあ本当にその噛み合うのかどうか、まあジェイク選手って結構、独特な試合スタイルをされるんで、その新日本の選手たちと、まあトップの選手たちと噛み合うのかってところは正直僕ちょっとまあ、疑問というか心配ってわけでもないんですけど、どうなのかなっていうふうに思うところはあるんで、まあ、それは本当に G1 を、見ればまあわかるかなと思います。もう A ブロックは間違いなく新日本のトップ選手たちが集結してるんで、まあ、そこの選手たちといい試合ができるんであれば問題ないだろうっていう、見方ですね。でやっぱそれをまあ含まなくてもジェイク選手ってもともとすごい、まあ、やっぱね持ってるもの、背もすごい高いし、まあ、顔もすごく雰囲気ありますし、独特なオーラもあるんで、はい、めちゃめちゃやっぱいい人材だと思いますし、まあ今やっぱり岡田選手とね、オスプレイ選手が抜けて、ちょっと新日本プロレスっていうのは、戦力がとにかくね、足りない。特にトップに入れそうな戦力っていうのがとにかく少ないんで、まあジェイク選手が取るのは全然ありだなっていうふうには、個人的には思ってましたし、入ってほしいなっていうふうに思っていたんで、普通に嬉しいです。で、さらに言うと、やっぱウォードックスに加入っていうのは僕結構嬉しくて、まあ今までなんかウォードックスっていうと、まあなんか外国人軍団で、しかもなんかもうやばいやつ、外国人、まあ実際そうなんですけどっていう雰囲気があって、まあ、でも今ウォードックス結構バレットクラブのなんか本流というかね、なんか今バレットクラブといえばウォードックスだろうと、まあ、リーダーのやっぱデビッド・フィンレイ選手もいるぐらいなんで、まあ、そういう象徴的な軍団のはずなんだけど、でもそこまでウォードックスとか目立った、感じではなかったんですよ。なんか最近ハウス・オブ・トーチャーの方がやっぱりね、なんか知名度というかね、やってることもなすことも、まあ、なんですかね、こう賛否巻き起こして目立ってるぐらいだったんですけど、まあ、今回そのジェイク・リー選手というね、大型、まあ、ウォードックスで言えば新人っていうのがね、まあ、今回入ったわけなんで、まあ、これはめちゃめちゃ今後ウォードックスの方も押されていく可能性があると、うん、いうのはあるんで、まあ、ウォードックス好きとしても非常に今回の、ジェイク選手加入はいいことかなっていうふうに思います。まあ、ちょっとやっぱゲーブキッド選手はね、ちょっとジェイク選手のことそんなにまだ気に入ってないみたいなんで、まあ、結構ねこの2人の関係性は気になる部分ではあるんですけど、まあ、でも基本的にゲーブ選手って誰これ構わず噛みついていくんで、ちゃんとまあゲーブ選手が力を引き出して見せつけていけば、まあ、ゲーブ選手もね、うまくやっていけるんじゃないかというふうに思ってるんですけど、まあもしかしたらジェイク選手加入によって、まあゲイブ選手がね、どんな感じになるのかと、うん、
いうところも、気になる部分ではありますね。はい。で、あとまあちょっとこれは個人的に言いたいことではあるんですけど、まあ、ボードックスに入ることはすごくいいと思うんですけど、まあこれ別にジェイク選手に限った話じゃなくて、まあボードックスって要はまあデビッド・フィンレイ選手がいらっしゃるじゃないですか。で、まあデビッド・フィンレイ選手って要は、まあバレットクラブのリーダーなんで、こうジェイク・リー選手がボードックスに入ると、つまり、まあそのデビッド・フィンレイ選手の2番手みたいな、感じになるかなと思うんですよ。まあそうなってくるとちょっとジェイク・リー選手がトップ選手になれるのかという不安っていうのは個人的にあるんですけど、まあでもどうなんですかね。ここは本当にだから言ってしまうロスインゴにいる高木選手みたいな感じになる可能性がまあ現在非常に高いなっていうふうにはまあちょっと個人的には思ってますね。はい。まあもうそこもジェイク選手がめちゃめちゃいい試合とかして、例えばね、まあなんですかこうまあウォードックスを裏切るというかね、フィンレイ選手追放するとかもパターンは考えられるんですけど、まあ本当にこのままウォードックスとしてやっていくんであれば、ちょっとまあフィンレイ選手という存在がいると、ジェイク選手はそのすんなりとトップ層に行けるのかなっていう風な、まあ不安はねあったりもするんですけど、まあそこを除けば僕は非常にジェイク・リー選手のウォードックス入りはいいんじゃないかなっていう風に思います。でもちろん新日本プレスに入団っていうのもね、すごくまあ喜ばしいことですし、今回ウォードックスに入ったことによって、まあ G1 クライマックスのこのジェイク選手の勝率っていうのも非常に僕は高くなったかなっていう風に思うんですよ。まあもともとやっぱりその A ブロックに関して言うと、まあ3人上がるんですけど、やっぱ3人いるんであれば1人は、まあ、ヒールは必要だろうと、まあ、全員ベビーフェイスはちょっとね面白くないということで、まあ、僕はその同時、G1 クライマックスの優勝予想配信ってやったんですけど、まあ、その時にやっぱりそのイービル選手っていうのがまあ上がる予想をね、されている方が多かったんですけど、まあ今回そのジェイク選手というのがウォードックス加入したことによって、まあ間違いなく立場的にはこれヒールっていうのは、間違いないと思いますんで、まあジェイク選手がヒール枠として、A ブロックにね、上がってくる可能性っていうのも全然上がってきたのかなっていうふうに思いますね。まあそういう意味ではやっぱジェイク選手の活躍が見れそうっていう意味で、ウォードックス入りは非常にいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。あとはね、まあゲームとうまくやれるのかっていうね、心配はあるんですけど、まあその辺もね楽しみに、次はね、ジェイク選手のことも見つつ、G1 クライマックスをまずは楽しんでいきたいかなというふうに思っておりますというわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。